うん。金梅のはまだだな。うん。確か、なんか俺の声って真似しやすいんだよ。高音だから。高いじゃん、声が。だから、真似しやすいよね。配信はなんか高くなるんだよな。普段は、どうだろう。まあ、今よりちょっと低いと思う。久保田のロリいじり、あの、ムカつくよね、あれね。すぐさ、その、ロリコンとかさ、ね、あの、ロリコンネタだったりとか、小学生ネタだったりとか、なんかあの、ちびまる子の話、こうやってコメントに流れてそれを読むと、ね、うん、俺の名前出しやがってな、あいつな。うん。あいつだっけ、あいつ、ね、あいつは巨乳好きのくせな。本当に、巨乳の女、巨乳ハンターだからな。ハムタンいらっしゃい。フェイって誰なの？脱数のフェイ。脱数、名前知ってるけど、見たことないんや。フェイって誰？そうそうそう、俺聞かなかったんだよ。そう、ミズニャン？なんでミズニャンフェイって言うの？フェイは、何フェイって？なんでフェイなの？フェイフェイ嘘。何それ？ちょっと、ミズニャンの放送出てきてから見てねえから見よう。何フェイフェイ言う意味わかんねえよ。あ、ちょっと見よう、今度。ああ。何佐野のものね、何ピッチャービビってるフェイフェイフェイとか。意味わかんねえな。と見てみよう。おちょまくありがとう。フェイフェイって嘘だ。何フラットバードナムルみたいなので、もう、ミズちゃんも、そういうのがあんの。お茶ばくってフェイフェイっていうの。キャラクターが変わってんじゃん、あの人。俺が知ってることと比べて。それでフェイ。なんか、ジョかゲゲゲっていう、なんか薬物やって捕まったらしいんじゃん。あれみたいだな。怖いね、それ。フェイは便所より嫌われてるはない？便所？人員やめろ？いや、俺便所の方が嫌われると思うよ。すごいな。ありがとうね。俺もちょっとあの、捕まってる間にさ、いろいろわかんなかったけど、そなんでそうミズニャンフェイって呼ばれてんのかなと思って。あ、シェシェシェだな、そうやな。シェシェシェだ。いや、便所の嫌われ度は本気だよね、本気。あのね、俺ってさ、嫌われてもさ、みんな来てくれるじゃん。でしょ？んで、アンチコメント打ったりとかするじゃん？俺のところは。俺、今までかつて見たことないもん。本当に嫌いだとやっぱりさ、あの、放送見ないんだよ。だから便所の放送って二桁とかじゃん。でしょ？もう、本当に嫌いな人間って無関心なんだよ、これは。バニラデイズいらっしゃい。これマジ、あれはマジだもんだって、絶対に。嫌いな人間だってわざわざね、そこの放送行ってコメント打つって時間の無駄だろ？いや、本当なんだなと思って。うん。ただみんなの心の中の思いには嫌いだって思いがあるってことでしょ？嫌い！もうあいつは許せねえってあるんだけど、見ないっていう。ああ、一番最悪だよね。俺もね、配信ね、あの、12年目になるけど、あの、そんな人見たことない、今まで。やっぱ嫌いな人の放送でアンチコメント打つもん、みんな。顔を見たくない。でさ、あの、ツイッターで見たんだけどさ、あいつさ、CBD、今 CBD リキッドをさ、すげえ宣伝してんじゃん。宣伝してんじゃん。でさ、なんかさ、CBD さ、いいと思ってさ、あれさ、リキッドのさ、先っぽ取ってさ、下に垂らしたらさ、これもう、あいつポンチュー以上だよ、ポンチュー。ただの。あ、やばいよ、あれ。あれバンにしろよ。あれこそバン。じゃあ、あれこそバンだよ、マジで。違う、マジで。あれバンだよ、絶対に、あんなの。CBD が合法だって言ったって。そうそう。あれね、CBD リキッドの液体を歯茎とか下に垂らすっていうのは、あれは、やっていい人って限られてんだよ。転換持ちの人が、あれをやると、転換が治るんだよ、速効性があるの。薬でも治るんだけど、薬より速効性があるんだよ。で、あれ普通の人がやっちゃいけないんだよ、普通。あ、エディブルね、クッキーとかね、ケーキとかね。本人来た？いねえよ、本当に。試してみたかった。あれダメだよ、便所。あんなのを、違う。お前ね、
あの、正直、俺ね、その、大麻合法化は賛成派なんだよ、俺は。俺は賛成派なの。必要な人間っているから。必要な人間っているんだよ。大麻って悪い悪いって言ってるだけでなく、必要な人間っていうのがいるので、これは世界的にね。だから、俺は賛成派なんだけど、お前の使用方法は良くないから、あんなのじゃ日本で合法化なんか訴えられないよ。だって、あんなことをやるべきじゃない人がやってるんだもん。うん。マジ。あれダメだな。やめろ。嫌われ者が来ただったらいいけど、本当のって書くな。な。やめて。嫌われ者が来たは、俺、コメント見たことあるけど、本当のつけると、完全にガチだろな。本当に。でも認可されてない以上はダメなもの。そうだね。だから認可されてないものっていうか、CBD に関しては、その、多分だけど、来年あたり、まあ、今年の末か、来年あたりには、CBD を販売できるのは認可制になるはずだよ。というかもうそういう話が、2021年か、2020年から2021年にかけて、その CBD の販売を認可制にしようという話が出てるんだよ。要は、CBD が、もしかしたらこれ、ダメになっちゃうかもしれないんだ。まあ、皆さんもさ、聞いたことあると思うけど、合法大麻ってあるでしょ？合法大麻ってのは CBD のこと言うな。うん。その痛みを和らげるとか、その転換、ね、その転換を止める。そういうものなんだけど、それに関して、その悪用する人間がいるから、まあ、効き目が、限界があるんだけど、その悪用する人間がいるから、変なものを混ぜたりとか、だから認可制にするって話は出てるんだよ、ずっと。うん。あ、そうそう、THC をね、多分ね、HHCO に関しては多分ダメになると思うよ。あ、じゃあ、THCO か。あ、違う、THCO。そうだな、THCO に関してはダメになると思う。あのね、まあ、そもそも、そのね、眠気が来るものだから、眠気が。大麻ってその合法なものも非合法なものも、ね、吸いすぎると眠気が来るんだよ。だから、車の運転なんか、したらまずいしね。うん、っていうか、長老を吸って車の運転なんて絶対ダメ。絶対ダメ。ね、これ30分くらいすると効くから、まあ、速攻性があるのもあるんだけど、30分くらいしたら少なからず効くので、やっぱ眠気ね、これ人跳ねちゃったら大変だからさ。うん。うん、THCA じゃないよ。うん。THCO が、多分ダメになる。つうか、お前、良くないよ。あ、俺、最近か。寝れてないんだ。インフルエンザとかコロナが治ってから、ずっと寝れ、後遺症なのかな？寝れてなくてさ、あんまり。寝る時間が、まあ、だんだんと遅い時間になってって、まあ、朝方とかさ、下手したら昼ぐらいに寝たりもするし、んで3、4時間 ?3、4時間。だから俺ほんと思ってたら、その眠剤とか安定剤欲しいもんね。眠剤とか安定剤。さすがにさ、そこで CBD 吸ったら俺、タイマーに捕まってんのに、俺が CBD 吸ったら、なもんダメでしょ。物足りなくなっちゃう。物足りなくなっちゃう。ああ、俺からすると CBD なんで、CBD とかね、THCO とか物足りないんだよ、俺からすりゃ。ああ。やっぱね、合法なものより非合法なものがね、効き目があるんだよ。違う意味で。だから、俺はやらない。シャブじゃない、シャブじゃない、これ。ここにいる 84% が消えてるのに、いざろうとする便所切る。でも 84% すごいよね。だって、ここ、下手したらだよ、その計算で言うとだよ、まあ参加したのは250人ぐらいだけど、ね、700人って考えればさ、ね、600人ちょっと ?600 人ぐらいから、まあ600から580ぐらい ?580 から600人にも嫌われてるってことでしょ？完璧だよね。パーフェクト。あ、だから、その580人とか600人は便所太郎の放送に行かないんだ、みんな。なるほどな。だから行かないと。
ああ、すごいね。だから本当は580人か600人、便所太郎の放送行っても、ね、行く可能性もあるってことだな。うん、納得だな。だから閲覧が少ないと。嫌われてるパワーを。いや、便所欄ってさっきやったもん。もう一回本人の前でアンケート。いやいや、これ録画残すから見てもらえ。傍若、だって知らない人が多いでしょ、逆に。だってそもそも便所太郎が有名になったきっかけって俺だからね、まず。俺。だって便所太郎、俺がね、前池袋でその突発オフ会を開いたんだよ、突発オフ会。その時に便所太郎の放送に閲覧してた人間って20人とか30人だから。ちょ、放送しながら便所太郎来たんだよ。池袋の西口に。その時の、いや、本当だよ。知らないでしょ、だから。今から何年前だ、もう忘れたけど、結構前だよ。その時に池袋の西口に便所太郎来て、んでオフ会で何人か集まったんだよ。20人ぐらい。15人とか20人ぐらい。うん。んで、その時に便所太郎の放送が20人とか30人ぐらいだから。うん。そうそう。で、まあ、その後、まあ、俺が、その、犬目だっけ犬目に住んでる時に便所太郎がこうやって、うちのところに来たりとか、そういうのがあって、便所太郎、ね、便所太郎やって、まあ、閲覧が増えたっていう感じ。閲覧30って今とかはなんだからみんな盲目になってたんで、盲目にね、便所太郎面白いなーなったけど、結局ね、それもできずカンボジア詐欺やっちゃったもんだから、もうねあ、こいつダメだ、もうどうでもいいやってなって、みんな見なくなって元戻ったっていう。だ、一応有名配信者であるよね、名前は売れね、もう知り渡ってるから。うん、こんにちは、いらっしゃい。だから、じゃあ、俺ね、アンチは増えるかもしれないけど、その、カンボジア詐欺については、俺もカンボジア詐欺さ、入ってる間に、リスナーさんから手紙もらってさ、知ったんだけど、あれはね、やっぱちゃんと正直謝るべきだと思うよ。何がある方が。謝罪だけは、アンチが増えようが何しようが、謝罪はちゃんとすべきだと思う。そこは。返金しないっていうのは別として、まあ、謝罪では、それをしないから、結局アンチも放送に来なくなってしまったわけでしょ。俺、だってあれじゃん、マグカップ詐欺とかしてるけど、詫びは入れてるもん。放送で。ただ、返金してない人いるのかな？まあ、いるのかもしれないけど、ちょっと把握できないけど。でも、アンチ放送来るじゃん。でもしかもさ、俺のより立ちが悪いんだよ、そのカンボジア詐欺に関しては。要はさ、慈善事業みたいなもんでしょ？要は、そのカンボジアにトイレを作るやら、学校を作るやら、何やらって言って、金を集めて、それを結局それに使わないで、自分のね、懐にこうやって入れてたわけでしょ？いや、それはまずいだろ、だって。それはまずいだろ。完全に。実質物売ってねえんだから。そうそう、善意で懐はまずいでしょ、これ。いや、学校わかんないよ。だトイレ作ってあるってのは俺知ってるけど。まあ、しょうがないね。まあ、もう今言ってもしょうがない。それって捕まらない？いや、捕まるでしょ。いや、捕まるよ。捕まるに決まってるでしょ、それは。うん、だから、それを理由にお金を集めてるわけでしょ。その物に関しては、その物を、売って、それが送られないっていうのは、まあ、それも、訴えられるあれなんだろうけど、多分最初注意で警察官から注意受けたりとか、まあ、そういうので終わるような気がするんだよな、結局。詐欺っていうのには、あまり当たりづらいっていうか、会社をやっててじゃないからね、ただ、個人の善意でやってるさ、そういうお金集めの人たちっているけどさ、それはやばいかもな。まあ、どっちもやばいよ。まあいいや、ちょっと便所の話は。
通報ってコメントは、あ、うち NG ワードないから、今のところ。あの、俺、誰も NG にはしない。NG ユーザーにはしないよ。ブロックにはしないけど、NG ワードは今のところない。ただ、NG ワード出てくるかもしれないから、これは理解して。アンポンタいらっしゃい。もしかしたら、その NG ワードっていうのを設けるかもしれないから、まあ、今のところする気がないよ。アグリいらっしゃい。いや、123とかは別にあの NG 入れない。もう。そういうのはね。いらっしゃい、徳明さんいらっしゃいね。今日から毎日放送。いやー、どうかな。気が向いたらかな。つうか、前まではそのさ、毎日放送ね、したいなと思ってたんだけど、うん、思ってたんだけど、世界的ハンサムいらっしゃい。その時の気分かな。リカピー NG じゃないよ。たださ、その、この放送でね、その、俺とね、そのリカピーのことについてこう書いてもしょうがないじゃん。だからリカピーの名前が出るのも別にいらないんだよ。ただ NG ワードにはしないけど、する必要がないじゃん。ただそのコメント書いてもね、ビスコいらっしゃい。まあ、プライベートでも何もしてないんだけどね、俺。顔色いい、そう。マカロンいらっしゃい。何もしてない、本当に。でも咳だいぶ良くなったような気がしない？前より出なくない？そんなには。前よりはさ。何、せめてツイートで生存確認。な、大丈夫だよ、生きてるよ。咳だいぶ良くなってはいるでしょ。薬飲んでんね、一応。で、タバコの本数をもう本当に部屋では減らしてる。減らしてるよ。普段、あのね、食べ物に関しては食えるもん限られてんのよ。食べるもん限られてて、あの、パスタとか食うと、なんだろうな、ちょっともちもちしてるように感じんのよ。上の歯がないから。この吸って噛むときに、その歯茎でこうやってさ、あの、一応、何回か噛むじゃん。そのまま、何回かは噛むわけよ。その噛めないわけだよ。揉むから。この歯出るからさ、噛むから、こうやってやるとさ、なんかね、もちもちしてるんだよな。で、だから、一番食いやすいのは、おにぎり。あ、もうこれおにぎりと弁当ね。で、弁当に関しては唐揚げ弁当ダメ。大体。温めても、あの、やっぱ唐揚げのあの、衣が硬くて、あの、なかなかいかないから、だから、箸で半分ぐらいにして口に入れないとダメだな。だから、そういうめんどくさいじゃん。だからおにぎりが多いね。で、俺の大好きなソーセージのパンがあんだよ。ソーセージのパン。パンで、このソーセージあって、あの、チーズが乗ってるようなパンあんじゃん。あれ大好きなんだけど、俺。あれはもう本当に、こうやって、歯茎と下の歯で、押さえて、ぬーってやって、ぬーってやって、無理やり切る。もうちょい、ほんとそっくりかな。じゃあ、あれ、ね、手で切ればいいんだけど、手が汚れるじゃん。手が汚れんのやだから、ふーってやって食うっていうのをやってる。今度見せるわ。今度放送で見せる。今度放送で俺がね、そのパンをどう、パン結構強敵なんだよな。ブリトー無理だな。あ、ブリトーはいけるかも。熱いやん。今度見せるわ。どんな風なのかな。歯がないと。本当に。マック無理だな。ちっちゃい。マック無理。あのね、マック俺大好きなんだよ。あの、福岡にいる時もマックばっか食ったし、毎日でもマック食ってたし、マック大好きなんだけど、ビッグマックセットの LL と、大体照り焼きなんだけど、一噛み目ができないから、一噛み目が。だから、ちょっと高級でさ、そのさ、高級の食べ方でフォークとナイフとかないと、今は無理だろうな。せんべい無理だよ。俺、カラムーチョとか好きなんだけど、カラムーチョとか大体さ、食うとさ、歯ぐき血だらけ。はい、大体ね、こうやって、一応、揉むじゃん。揉みながら唾液でこうやってちょっとやるけど、やっぱね、この縦にこうやってガッと当たるんだよな。こうじゃないじゃん。ポテトチップスかカラムーチョって、こうなってんじゃん。だからね、それがね、ガッと当たるんだ。血だらけ大体。だから、大体食い終わった後に、もうね、血はしょうがないじゃん、もう出てるから。出たもん全部一袋食って、その後、あの、ちり紙ね。まあ、トイレットペーパーなんだけどさ。
トイレットペーパーでこうやって押さえて、こうやって血拭いてさ、すぐ止まるけど、ただ命がけだよ。食べるの。ハイチュウ食えるわけねえだろ。ハイチュウなんか飴と変わらんねえ、俺からすると。飴だよ、飴。わかった、みんな。歯は大切だからね。歯は大切。気をつけて。皆さんもね、きちんと、歯医者行ったりとか、歯磨きして。あと、歯茎もね、軽く磨いた方がいいぞ。歯茎が弱まると歯抜けるから、そのままポンと。旗田の悠々のとこにカラムーチョを常備されてたね。なんで知ってんのお前。相当古い話してんな。俺が D プラスの後ぐらいの話や。そうそう。俺ね、そうなんだよ。友達のところ泊まる、ね。D プラスってところを辞めて、家がなくなってホテル暮らしをしてたんだよ。少しの間。その時に D プラスって、まあ、今で言うモグゴリ。モグゴリみたいなところで俺はメインスタッフとして働いてた時があるんだけど、そこを辞めてね。もう潰れそうだったから。やめて、んで、友達のところ泊まるって言って、女性リスナーさんのゆうゆうさんっていう人が、私のところ来ていいですよって言って、そこに泊まったんだ、これ。半年とか8ヶ月くらい。全部、食費とかも全部出してもらってさ。それあったね、そんな時代ね。あった。D プラスの後だな。あったあった。まあ、感謝だよね、その時はね。ただね、その女性が、そのね、ゆうゆうさんが、俺のこと好きになっちゃったんだよ、その時。まあ、ちょっと体の関係もあったんだけど、そのね、その後ね、その、ゆうゆうさんが俺のこと好きになっちゃってね、そのやっぱさ、放送ばっか俺やってんじゃん。まあ、そこでさ、やっぱさ、いろいろあるわけだよ。そんで俺が、その、のんちゃんってこと付き合った、その時にのんちゃんってこと付き合ったのよ。ね。前の前の彼女か。あ、じゃあ前の前の前か。3個前ぐらいの彼女と、まあ、付き合ったんで、で、そのゆうゆうさんの家出たんだ、俺は。出た。じゃあ、ゆうゆうさんちょっとね、メンヘラチックなんで、メンヘラチック。結構メンヘラな。じゃあ、俺ね、配信者と付き合ったのって、ないのよ。俺。配信者、バカなとこいろいろやるじゃん。だから俺配信者とか嫌なのよ、なんか。あんまりその、人として見てない人は変だけど、嫌なの。んで、だから今までリスナーとみんな付き合ってきてんだよ。だから、俺リカピーさんだけども。リカピーだけ付き合ったの、配信者で。その後に AF と付き合ったもんな。あるわけねえだろ！なあ、マスクしてるから AF ちゃんまだ、ね。可愛く見えるけど、外したらお前、人が違うぞ、あれ。別人だから、お前。あるわけねえだろ、お前。エフちゃんなんか。なあ。ほんでさ、ね、お酒とさ、ね、ラムネをこのちゃんぽんするから。いや、お前、エフさん。ラリちゃん、あれか。あれね、合法なものも、ああなっちゃうからね。気をつけてね、みんな。